はい、ヤグモ編1話解決編。え、これどこまで案の体験版本当に。おはようございます。はい、おはよう。翌日昼近くになって事務所へとやってきたマガリはいつものように声をかけながら応接室へと入る。ん？誰もいないか。いつもならこの時間にはヤグモはここでコーヒーを飲んでくつろいでいるはずだが、いないな。今日は遅くなりそうだ。昨日は遅くなりそうだったし、まだ寝てるのかな。つっか、飲み終わったカップ流しに置いとけっつったのに、テーブルにそのまんまだし。もう監督、こっちっすか。もっと監督の部屋を見られてるぞ。あれ、資質にもいないとなるとまさか。恐る恐る編集室の扉を開けるマガリ。寝てんじゃない、そこで。そこには、うわ、机の上でぐったりとうつ伏せに力尽きているヤグモの姿があった。よほど遅くまで映像の確認作業を行っていたのか、ヤグモはピクリとも動く気配がない。死んでるみたいそんなに。恐る恐るヤグモの近くへと歩み寄るマガリと、卓上に置かれた一枚の紙片がそんな彼女の目に留まった。なんだこれ。紙片はヤグモの手によるものらしい。謎の暗号が一面に描かれている。暗号、なんか電波くるつか監督頭使いすぎてイカれちまったとかまあ確かにね、ちょっとびっくりするよね、謎の暗号がね書かれてたらね。行かれてねえよ。お、やふ、監督起きてたんすか。ああ、ついさっきまで映像を確認してたんだ。とうとうすべてわかったぞ。おお、気になるね。え、幽霊の出現トリックが解けたんだ。マジっすか。マジだ。今からトリックを作った犯人にそれを突きつけに行く。すぐに出るぞ。おっと、これはでも今まで同乗した人物から考えると佐山さんぐらいしか考えられないよね。あ、ちょ、すぐにはダメっす。なぜ。なぜも何も、危険っす。え、何が危険。それはとにかくシャワー浴びて着替えしてきてください。徹夜のせいでくせえっすよ。そっちかよ。そんなクサクサ人間1号と一緒に車乗ったら自分の鼻が危険っす。ああ、なるほどね。まあね、女の子はね、匂いに敏感と言いますからね。あ、ヤグモさん、そこはちょっとやっぱりエチケットとしてね、しっかりしておいた方がいいんじゃないですかね。はい。はい、1時間後。シャワーと着替えを済ませたヤグモの姿はマガリと共に車中にあった。うん、このマガリちゃんの表情いいね。で、どこに向かうんすか。今回の件の関係者は全員俺たちに間違った情報を伝えている。うん、それが一つなら何らかの事情があったとも思えるが、複数にわたっているならそれは間違いなく意図的なものってことだ。なるほど。で、まあ磯上さんは多分後々伝えられてるから、やっぱり佐山さんだよね、怪しいの。意図的、つまりわざとうちらに嘘ついていたってことすか。ああ、つまりその人物が今回の件の黒幕さ。うん、そいつに今から会って真実をゲロってもらう。なるほど。おっと、これは自分で動かせと。うん、まあでも素材管理センターが、まあ、黒幕のね佐山さんがいるところだと思いますが、まあ、一旦ね、一旦テレビ本社に寄ってみましょうか。ここに黒幕が。ってことはまさか黒幕は磯上さん。いやいや違うって。ああ、いや違うぞ、多分磯上さんじゃない。はあ、だったらなんでここ来たんすか。なんでだろうな、自分でもわからん。あれ
磯上さんにも話が聞けると思って私来たんですが、しょうがない、素材管理センター行くか。本命に行こう。なんか俺に用か。いえ、そういうわけじゃないんですが、なんとなく。黒幕って佐山さんのことじゃないんすか？いや、黒幕と言えるのは佐山さんじゃない。何？じゃあとっとと黒幕さんとこ行きましょうよ。そうだな。すみません佐山さん、お邪魔しました。はい、わけのわからないと言った表情の佐山を残し、二人は部屋を後にした。佐山さんでもないとなったら、やっぱ監督しかないね。井伏監督、うん、美穂館のね。はい、二人は美穂館の前へと立つ。相手は大物監督ですけど大丈夫っすかね？大物だろうが何だろうが関係ないさ。もちろん井伏監督のことは尊敬しているが、それでも真実を知るためにはやらなきゃならないんだ。うーんすね。二人は目を合わせうなずき合うと、力強い歩みで美穂館の門をくぐるのだった。で、昨日の今日で一体何を話しに来たんだね。例のフィルムのことなら話すことはないと言ったはずだが。直前に無理やりアポを取ったためか、背後に灰島を従えた井伏はひどく不機嫌そうな様子で二人を迎える。だがそんな彼の様子に臆することもなく、矢雲は言葉を続けた。それについてなんですが、どうしても井伏監督にお話ししていただかなければならないことができまして。話さなければならないこと？ねえ、つまりあのフィルムが本当は何に使われた映像だったのかということです。何に使われた映像？何？そっち？おっと、追求開始。なんだこれ？どういう意味だ？監督はあのフィルムが霊によって呪われているとおっしゃってました。しかしトリックによって作られたフェイクの霊が何を呪うと言うんです？フェイク？意味がわからん。なんだこのごまかしに来てんだね。君も確認したはずだろう、フィルムには何の加工の跡もない。いや、加工の跡があることを確認しましたよ。フィルムには確かに加工の跡はありませんでした。しかし現場でのトリックならそんな加工の必要はありません。そもそも井伏監督ほどの方が撮ったにしては技法として不自然な点が多いんです。おー、これは井伏監督の名声が逆にあだとなってしまったか。まずなぜあのカットで女優を屋内から窓なめで撮影する必要があったんです？その演出意図は？それは、おっと、答えられないか。そう、犯人が池の横の民家から覗いているカットだったからだ。おー、なるほど、うまく言い繕ったね。犯人は殺し屋を雇って彼女を引き殺させたかった。だから付近の民家でその瞬間を自らの目で確認しようと。おっと、このカットは望遠で撮影された。陶水周辺の建物は変わっていない。佐山はラベルでフィルムを確認しただけ。なるほど、このカットは望遠で撮影されたんだと。ん？このカットは望遠で撮影されているんです。それは不自然じゃないですか？待ちたまえ。君は窓なめであのカットを撮影した件について話していたんじゃなかったのかね？そうです、あのカットで窓なめで撮影してるのは不自然としか思えない。で、それと望遠で撮影していたことと何の関係が？それはとやばい。これはまずいぞ、井伏さんの方に軍配が上がってしまうな。関係ないですね。まずいまずいまずい。そうだな、まずいぞこれは。ちょっとクソ、考えろ、あれが
犯人が民家から覗いてるカットっていうのは間違いなく不自然なんだ。まずい。ああやばい、ヤグモ、これだよこれ。村水周辺の建物は変わっていない。付近にそんな民家は存在してませんよ。よーし、これでダメージが当たるだろう。よーし、いいぞ。イブセさんの表情が変わったぞ。よーし、ヤグモ。私も現場に行ってみましたが、あのカメラ位置にはそんな建物は全く存在していなかった。そして何十年も前から建物が壊されたり建てられたりしたことはないと付近の住民が証言してくれましたよ。監督のおっしゃる通りならば、つまりそのためにわざわざセットを組んだということですか。そもそも殺し屋をわざわざ雇うなら、本人は別の場所にいて無関係だとアリバイ工作するのが普通だ。まあそうだよね。近くにいたら完全に疑われる対象になるよね。わざわざ現地にいるなんて脚本として不自然じゃないでしょうか。まあそれは一旦置いておきましょう。もう一つ、あの映像には不自然な演出が行われている。それがなぜ必要だったのか、それに思い立った時にトリックが全て解けたんです。君がトリックだと思うのは勝手だが、私の映像演出を不自然と言われるのは心外だな。そうだね。世界のイブセ監督にの映像演出にケチをつけてるわけですからね。それは一体何だというのか、言ってみたまえ。いいでしょう。それは監督の掛け声が入っているはずの箇所が全て削除されていた。8年前に設立された会社のロゴがトラックに記されている。このカットは望遠に撮影された。不自然さ。8年前に設立された会社のロゴがトラックに記されている。これだよね、望遠だよね。おっとダメージが入ったぞ。あのカットを望遠で撮影するという演出意図は何です。見る限りそんな必要は全くなかったはずだ。そもそも撮影のために屋内のセットを組んだのなら、ずっと窓枠だけしか映していないのは不自然だ。そして望遠を使った演出、2つのことから導き出されるトリックはこうです。このようにカメラの前に窓枠を取り付ける。カメラの前に窓枠、はいはい。こうすることでカメラをどう動かしても窓枠は動かないから、視聴者にはカメラを振ったことがわからない。なるほどね。つまりそもそも建物のセットなどなく、ただ窓枠だけがあったのです。その上で女優を2人用意し、1人は当初の位置 A に、もう1人は少し離れた場所 B で、背後に幽霊役の女優を立たせてスタンバイさせる。なるほど。このシーンでは女優はレインコートのフードで顔を一切見せていないので、別の人物とは分かりません。そして森の奥からスポットライトをカメラに浴びせ、雷光として画面をホワイトアウトさせた瞬間に A から B へとカメラを振る。こうすることで一瞬で背後に幽霊が出現するシーンの出来上がりです。つまり望遠を使っていたのはこの時、最小限のカメラの動きで AB 間を移動させるのに都合が良かったからというわけです。なるほどね。確かに望遠を使ってたらね、ちょっとの距離移動しただけでね、済みますもんね。どうです、これならこの映像の不自然な点が全て説明できると思いますが。だがあの幽霊が池の上に立っていたのはどう説明する、あれは。監督らしくもないお言葉ですね。そんなの透明なアクリル板などを使用することでどうとでもなるのをご存知でしょ。これで実際の例じゃなくても
あの映像が撮れることは完全に説明できたと思いますが、いかがでしょう。うん、そうだよ。どうですか、イブセ監督。いや、それでは説明はできても証明にはならん。可能であるということと実際にフェイクだと証明されるのは別だろう。うん、確かに。やばい、言いまかされそうですね。確かに、あくまで蓋然性の問題でしかありません。しかしそれ以外にもイブセ監督が決定的な嘘をついているとなると、その蓋然性は俄然高くなる。決定的な嘘だと？ええ、あのフィルム、そもそも10年前のプロジェクトのものではありませんね。何を根拠に言っている。あれは間違いなく私が関わった。いえ。うん、なんだこれ、8年前のプロジェクトって言っとけばよかったんじゃない。8年前に設立された会社のロゴがトラックに示されていると。おお、いいぞ。映像に出てくるトラックに書かれていた社名をたどって登記簿を確認しました。あの運送会社の設立は8年前、つまり10年前のフィルムに映り込んでいるはずがない。イブセ監督、あなたはなぜそんな嘘をついたんです。あなたが本当に10年前のプロジェクトに関わっていたというのなら、店のフィルムを使ってまで隠そうとした真実があるはずだ。そうだよね。わざわざこう偽のねフィルムを作ってね、何かしかも入れ替えてね、そのフィルムをね、で多分そのイブセ監督は本物を持ってるんでしょ。それはそこまでして隠そうとしたものは一体何なんです。はい、真相解明。あ、いい、これいい旅館ですね。ね、外の風景も見れて、しかもこう和風の感じでね、非常にこういうとこ行きたいですね。がっくりとうなだれるイブセ。ヤグモの迫力に一言も発することができないまま固まっている灰島と曲がり、ただただ室内を重苦しい沈黙が支配する。さあ、これは果たして暴いてもいい真相だったのでしょうか、闇に葬っておいた方が良かった真相なのでしょうか。と、部屋の外から聞こえてくるどこかで聞いたような朗らかな曲、そして部屋の扉が勢いよく開けられたかと思うと、はい、オッケー。おっと、磯上さん出てきた。もしかしてこれは、これ自体がドキュメンタリーとして撮影されてたってことか。皆さんお疲れ様でした。はい、能天気な声とともに音楽を鳴らしたラジカセを手にした磯上が入ってきた。磯上さん、はい、では最後までご覧いただいた皆様に改めてキャストの紹介です。主演脚本、イブセ伊佐谷監督。どうも。いや、緊張したけどうまく演じられたようでよかった。え、続いて助演、制作進行は灰島もなみさん。ヤグモくん、マガリさん、騙してしまってごめんなさいね。なんだこれは、ドッキリか。はあ。そして企画、監督、総合演出はこの磯上ひろゆきでした。イブセ監督を使ってそんな、それよりも上のポジションの監督として磯上さんがやるってどういうこと。磯上たち3人は手を取り合って八雲たちへ芝居がかった一礼をするっていうことは、待って、この3人もグルじゃないか。本当の真実を隠すためにね。それをあっけに取られて表情で見つめていたヤグマは、曲がりが終わる頃になってようやく我に返った。あ、曲か、曲が終わる頃になってようやく我に返った。磯上さん、なんですこの茶番劇は。
一体どういうことなんです？ごめんね、マックスちゃん。これ、全部マックスちゃんをテストするためのお芝居だったのよ。何テストされてたのか？はぁ？なんすかお芝居って。うちら真剣に真相を探ろうと。ああ、わかってるわかってる、落ち着いて。けどね、これもマックスちゃんのためだったんだ。俺のため？さ、一人反対してる役員がいるって言ったでしょ。うん、反対してるのは事実なんだけど、それはプロジェクトについてじゃなくて、マックスちゃんの起用についてだったの。あら、そうなの？何しろマックスちゃん、才能はあるけど、まだ無名だからね。まあ確かに興行収入に関わってくるよね。あの、イブセ監督が撮影したってなったらね。まあ見に来てくれる人いるかもしれないけど、まあ、無名の監督が撮影しましたって言ったらね、ちょっと宣伝効果としては弱いですよね。それは、でも、それでなぜ？つまりね、フィルムのフェイク映像を見破れるかどうかというテストにクリアしたら、OK って話だったの。ミステリーを撮るんなら、その程度の知恵が回らなきゃ始まらないしね。それで、テストにちょうど良さそうなお蔵入り映像を探して、今回の話になったってわけ。なるほどね。これは、うまく踊らされていたのか。これはちょっと悔しいね、ヤグモくん。そこまで見抜けなかったのは、ちょっとね、その裏が見抜けたら、すごかったけどね。これ、そもそも、イブセ監督の発案なんだけどね。イブセ、監督が？磯神さんから、君の起用に反対されているという話を聞いてね。役員の方と話をつけたんだ。おぉ、イブセ監督の、ね、力を使って、なんとかして、こう、ヤグモを、ね、起用させようと。いうような動きをしたんですね。君の才能は買っていたし、後進にチャンスを与えるのもベテランの務めだからね。おっと、イブセ監督は急にいい人に見えてきたぞ。だからあのフィルムは全く無関係のホラーものだが、私が撮ったものという体で話をさせてもらっていたってわけ。なるほど。それは通りで不自然な点もあるわけだね。あのイブセ監督が撮ったにしてはっていうところだよね。騙してすまなかったね。許してくれ。監督。あの、それじゃうちのマックスは正式に。もちろん。すでにプロジェクトには GO が出てるから、早速撮影準備に入ってもらうよ。でも、ちょっと待ってくださいね。ミステリーの謎を解く力と撮影する力と、何の関係があるんですか？そこはちょっとどうかなと思いますけどね。みんなでこのプロジェクト成功させて、はじけちゃおうよ。やっぱこういうプロジェクトを作ることができたっていうね、むしろこの謎の脚本とか、ね、企画演出ができたっていう右の3人の方を起用した方がいいんじゃないですかね、監督としてね。やったやりましたね、監督、大チャンスですよ。さあ、ヤグモ君は果たしてこの話を受けるのかな。なあ、まだちょっと混乱してるが、騙されたのには腹立つけど、俺のためにやってくれたことだし、今どんな感情なのか自分でもよくわからん。とにかく君も私と同じ選ばれた監督になったということだ。一緒にこのプロジェクトを成功させようじゃないか。まあヤグモじゃなくてあのイブセ監督の名前が入ってる時点で、まあおそらくその売れることは間違いないでしょうから、まあ、そこにね、あのヤグモくんがこう関わって、ね、関われば非常にこう名前を挙げるチャンスなんじゃないでしょうか。はい。さっきまでめちゃくちゃ追い込んでたのにね、急にこうあれだね、はいみたいな感じになったね、ヤグモもね。はい、差し出されたイブセの手をしっかりと握りしめるヤグモ。かくしてこの日、ヤグモマックスは新たな島根ミステリードラマプロジェクトの正式な監督の一人となるのであった。はい、ヤグモ編1はエピローグ。これで体験版は終わりなのかな？エピローグだもんね。
数日後、ヤグマはあることを確認するために素材管理センターの狭山を訪ねていた。狭山さんもグルだったとは、すっかり騙されましたよ。悪いとは思ったが、なかなか面白い話だったんでね。ちょっとした余興のつもりで乗らせてもらった。大丈夫か？こんなことしてね。まあそれなりにね、そうね、予算、ヤグモ側が結構でも経費使いましたけど、テレビ会社側はどうなのかな。まあ後でドキュメンタリーとかにすればね、それの、視聴者も稼げるんでいいかもしれないですね。あれがフェイクだということは分かりましたが、では本物の10年前の映像は。さあな、どこに埋もれているのやら。これだけ膨大な数があると俺にも分からんよ。そうですか。その10年前にそのペンディングね、保留になったっていう映像自体は存在してるってことなんですかね。これは嘘じゃないことかな。聞きたいのはそれだけか。ああ、いえ、もう一つ、例のフィルムに引っかかりがあって。トリックは全て解いたと聞いたかな。いえ、映像に映り込んでいたトラックのことです。トラック？あれか。ええ、俺が調べたところ、あのトラックが所属する運送会社は実在していました。そうね、実在する会社のトラックをわざわざ使うっていうのは不自然だよね、ちょっとね。しかし、女性を引き殺すシーンで実在の会社のトラックを使うなんてありえないと思うんです。これやっぱり偶然にも映っちゃったっていうパターンじゃないのっていう気はするんだけどね。だからお蔵入りになったってことじゃない、その8年前の映像自体が。答えはお前さんの中でもう出てるんだろ。ねえ、あれは撮影中の事故で、本当にあの女性が惹かれたんじゃないかと。狭山は無言のまま一口だけお茶をすするとつぶやくように告げる。ま、そんなヤバい代物がここにはゴロゴロしてるのさ。なるほど。でもそれが明るみになってしまったら、島根テレビ自体の存在がちょっと怪しくなるよね。それをもし隠蔽してたとしたらね。呪われたフィルムってのだけは嘘じゃなかっただろ。ヤグモはそれにうなずいてみせると、無言のまま一礼して部屋を後にするのだったと。はい、ルートフィルムヤグモ編1はヤグモパート1ということで、出演キャストの方が今紹介されております。まあ、ちょっとそういったね、本物の事故映像をテストとしてこう使うっていうのは非常にこう不謹慎だなと思いますが、まあそのあたりがちょっとやっぱ業界のなんかこう倫理観の欠如を表しているのではなかろうか。っていうことはやっぱりその映ってた女性でも、女優 A と女優 B を使って何ですかね、映像を撮ったって言ってたんで、フードをかぶった 女性のね、女優 A さんは無事だったけど、その後にトラックに轢かれてしまった B さんというのが事故でお亡くなりになったってことですよね。それがあの冒頭に出てた女の人だったのかな。ね、痛い痛いよって言ってたね。いやー、謎ですね。その女性を探すっていうことになるんでしょうかね、今後の展開としてはね。その女性を探すというか、本当にそのプロジェクトに関わっていったら、これから先にもういろいろな事故とか事件がね
やっぱ発生してしまうってことになって、本当になんかね、霊的なものが関わってきてしまうっていうような展開がこの先に待ち受けているのでしょうか。それによって八雲くんがね、実際にこう探すことになるんでしょうかね。その事故の真相を突き止める方にね、動くっていう感じになるんでしょうかね。はい、体験版で遊べるのは八雲編1話までになります。続きは製品版でお楽しみください。はい、非常にねこれ面白かったですよ。ほんとね、この先の展開が全く読めないっていうね。果たしてこのプロジェクトの何て言うんですかね、あの八雲くんを八雲をこう監督に起用するために使ったこのテストの映像から話がこう膨らんでいくのか、それともまた別の展開が待ち受けているのかっていうね、この先どうなっていくかわからないんですが、非常にこうね、先が気になるっていうね作品だなと思いました。うん、ノベライズゲームって何ですかね、フリーゲームでですねプレイさせていただいている分しかやったことがなかったんですが、非常にね面白いなと思いましたね。あの作品もあのよくできてますし、声優さんの演技も非常にいいですし、キャラがね、何よりキャラとあと絵ですね、背景とかですね、あと舞台設定がね非常に良くてですね、大体こういうのってなんか東京を舞台にしたね、あのドラマなんですかね、ノベライズドラマ CD、 ノベライズドラマゲームみたいなのが多いんですけど、こうあえてこう島根県にして舞台をですね、そこでこう展開していくっていうストーリーが非常にこう面白いなというふうに感じましたね。で、まあ、しっかりこう島根の伝統的な風景とか、歴史とかを絡めつつ物語を進ませていくっていうのがまた非常に面白かったですね。まあ多分あの四本木平坂とか、まあ、青石畳とか島根城とかも、あ、松江城とかもおそらくこの先の事件事故とか何かしら多分関わってくるんでしょうね。うん、いやー非常に面白いゲームだなと思いますので、私ももし余裕ができたらね、この先もプレイしてみたいなと今は若干ねそういう風に思っております。ということで、今回のルートフィルムですね、実況はここで終了させていただきたいと思います。他のゲームもやっておりますので、また遊びに来てください。はい、ということで今回の実況はここで終了させていただきます。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価等していただくと励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。